まま保存されないので、暗証番号はないので。あ、そうなの、はい、そのまま開けられる。開けられる。残り20秒。誰も来ない。あと20秒。20秒だ。こんばんは、今日は7月の10日ですね。月曜日、時刻は8時ちょうどになりました。私たちの元気の源、美女の掟の時間です。この美女の掟は、沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報を私たち美女がお届けする番組です。今日のパーソナリティなんですけど、8時ちょうどのこの現在、私一人です。みんな、遅れるっていう話もないけど、どうなってんだろうな。後で、皆さんが来るかと思いますので、その時にお願いいたします。とりあえず私は一級建築士ゆうりんこと上村さゆりでございます。それでは、番組が始まる前に告知なんですけれど、今月も、22日土曜日になりますが、ルームスタイリスト2級認定講座を行いますので、こちらの方も、ぜひ、参加してください。よろしくお願いいたします。そしてですね、もう誰もいないんだけども、勝手に進めていっちゃいます。先週どう過ごしましたかということなんですけど、他の3人はですね、浴衣でこうなんか、FM 宜野湾のイベントの方に参加してたみたいなんですけど、私一人ですね、ちょっと手を指を加えて、どこ行ったかというと、関西の方に行きまして、ちょうどこの、このクイック、2人登場した、その時はですね、私は琵琶湖の方で、すごいごちそうを食べてましたので、もうね、なんでこの8時になって誰も来ないのって驚きながら、私一人で進めてましたよ、もう。みっちゃんは多分夕飯作って頑張ってきたんだと思うんだけれど、私の方も、先週から火曜日からですね、ずっと関西にいて、いろいろと、大変というか楽しんでました。もう本当に日程的に余裕を持ってですね、来たので、なんとも言えずですね、楽しい日にちを過ごさせていただきました。で、みっちゃんはスタンバイ OK かな、まだ、はい、はい、皆さんこんばんは、みっちゃんです。はい、ということで、はい、はい、まず自己紹介と、そして告知はなしでいいよねって、勝手に決めて、先週は何してた、はい、っていう、私はですね、もう車に4日間、まずクーラーガスを入れて1日置いて、なんだ、ブレーキパッドがダメだっていうことで音が出てるって行きまして、でそれ直したのに音が出る、なんでだって言ったら、なんとかギアがどうのって言って、翌日また部品を割りして、で、あ、これでもう大丈夫、快適って言ってたら、大型スーパーの駐車場で泊まり、結局夜そこに預け、翌朝行きましたらバッテリーだったと、でおかげさまでバッテリー新しく新品になったんですけど、ラジオが全部合わせてた周波数が全部飛んじゃって、ラジオ今聞けない状態なんですよ、はい、ということで、もうわけわからないという、はい、車に悩まされた1週間でございました。はい、お疲れ様でした。ミツのマイクが通らないぞ。通ってる、はい、もっと寄せて、はい、はい、ありがとうございます。はい、私の方はですね、先週、みつこさんとも一緒でしたね。そうですね、はい、これ見えますか。FM 宜野湾感謝の、はい、感謝の歌ということで、参加してきました。はい、何度かやってるんですけど、初めて、ね、そう、去年2回目と言ってました、今日は、今回は、
今回初めて参加したんですけど、はい、なんかこんなにいっぱいパーソナル、ね、いるんだなって。でもあれ4分の1と言ってましたよ。そうなんだ、うん、あと3倍いるっていうふうにおっしゃってました、はい、なんかねびっくりしました、うん、すごい個性派、はい、個性派揃いのパーソナリティ、パーソナリティの皆さん。でも本当にね、いろんな方とねお話できてね、うん、してまた、他のねラジオにも出られるちょっと約束をしました、うんうん、はい、みんなで出ましょう、はい、であのなんかねお約束事がね軽く浴衣でもって書いてあったので、ごめんなさい、だからね私も本当にギリギリまで仕事だったので、はい、浴衣私あのちゃんは着れないとかなんかいろいろやってた。25年ぶりに自分で、うん、もう右腕効かないのに一生懸命やりまして、うん、であの来た時に3つに、うん、ここ違う、ああだこうだって言いながら帯を直してもらいっていう形でですね、うんうん、はい、あの好評でした。あ、よかったです、ありがとうございます、ね、まあ、ゆうりもいけるかと思ってね、ゆうりもね、うん、そう、私は琵琶湖 で、はい、でね、あのまったりと、はい、こっからここまで私のっていうぐらいの夕食食べてましたね、はい、もうその夕食がね本当ね、あの幸せもんでね、あのご飯とかあのお味噌汁の蓋を置く場所がないくらいぎっちり入っててですねなるほど、はい、まさかこれ食べきれないよねって言いながら全員テロッと完食したっていうね、怖い、うん、怖い、ある意味怖い、ある意味怖い、はい、うん、はい、あのしっかりと体重に乗っかってきてましたね、はい、はい、リエは向かってますって言ってますけれどね、ありがとう、待ってます、うん、はい、ナルトラさん、はじめましてですね、はい、お疲れ様です、土曜日ありがとうございました。ナルトラさん、そうです、土曜日お会いしたんですよ、うん、どうもこんばんは、ありがとうございます、嬉しいです、はい、はい、私とは初めましてということでご挨拶させていただきます、はい、ナルトラさんはどこの番組の、ね、もうかなりの方たちとご挨拶したので、うんうんうん、もうあのごめんなさい、内容木曜水曜が多かったなっていうのだけは印象に残っておりまして、はい、ごめんなさいね、わかりました、ぜひゲストで来ていただけたら嬉しいです、で、はい、あの、はい、ナルトラさん自身からあの、はい、お知らせあるかと思いますので、はい、お待ちしております、コメントお待ちしております、ありがとうございます、はい、はい、公式フェイスブック、フェイスブックページ、ウィジョンを起きて解説しておりますので、こちらも見てください。この番組はリスンラジオや YouTube ライブのほか、ツイキャスでもリアルタイムで聞くことができます。というか、見ることができます。過去の放送は YouTube を検索してください。番組を一緒に盛り上げてくださる方は、ツイキャスでご参加ください。一緒に楽しみましょう。はい、そして、スポンサーの大募集に続きまして、はい、私たちの免許欲の上がる番組でございます。あ、まゆゆさん、はい、まゆゆさん、まゆゆさん、ナルトラさんは水曜日のフリムーンラジオですって、ありがとうございます。ちなみに何時からでしょうか。21時水曜日21時のフリムーンラジオやってます。よければ近いうちにということで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいな。オープニングはアムロナミエチェイサーチャンスでした。それでは CM いきます。まあ、もうまゆゆがもうはじきちゃってすごいよ、3つと2人踊りまくってましたうちなあかんぷうでキャンプしてたの、うん、すごかったよ、写真上がってなかったから、フェイスブックにね、うん、私載せましたよ、みんなタグ付けして、私が見てない、とってもね綺麗にね、ミツーとマユさんがね、うん、あの撮れたの、うん、自然の笑顔で、うん、あ、本当だ、かわいいすごい、これすごいね、このね絵に描いたみたいにね、とてもいい笑顔で撮れました、はい、でもこの間なんかあれも家の声も見えなかったですね、2週間くらい前のやつか、 YouTube ですか、 YouTube が見れなくてツイキャスの方からさせて、あ、わかりました、 YouTube ちょっと確認して、わかりました、5秒前です。さ、ただいまお聞きの番組は FM ギノワンから生放送でお送りする美女の掟です、時刻は午後8時9分を回りました。
ということで、今日の掟何でしたっけということで、なんかね、どっかに雲隠れしてるんですよ、いろんなメールが多くて、うん、LINE で送ったよ。年を取ってよかったと思うことです、ね、すいません、どこに消えたんだ、はい、ということで、はい、もう実は九州大会にね、ミツたちが、TA も含めて行くもんですから、そう、もうこの仮ユニフォームがどうのこうのっていうのが、もう美女の掟で飛び交ってまして、そう、はい、でそれでなんか、うん、はい、テーマが隠れてしまいました。うん、で、その他に、ね、リエが今度どっかのラジオのあ、そうそう、なんかね、うん、リエが来てからこれ紹介してもらおうかなと思ってるので、はい、で、そうで、かりゆしを、まあ、持ってる人が限られてるので、うん、ということで、うん、いろいろやってたんだけれど、うん、うん、そうそう、最初ね、ちょっと美香さんが行けるかどうかわからないってことで、うんうん、ね、急に行けることになって、うん、ね、そう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 、嬉しいね。あ、トロンボンさん登場のということで、はい、お疲れ様です。お疲れ様ですはい、はい、で、年を取って良かったこと、なんかたくさんあるって言ってたけど、うん、シニア割引もう気質が四角さんなので、うん、うん、お得情報がもう一番嬉しいみたいな、うん、うん、割引使いまくってますそうガストでもそうそうそうね、ガスト 5% 引きね、うん、とかね、うん、映画も確か、うん、うん、安く入れた日があったと、うん、シニア割引ね、うん、1100円、うん、1100円だっけ、うん、普通に入るとすごい高いんだね、映画ってね、うん、びっくりしちゃっただからみんなね、レジースデーとかに行ったりとかしてたけれど、うん、はい、時代がすごい変わってる、一、うん、人だけ取り残されてました、はい、なんかそんな感じで、はい、だからね、はい、結構でもね、なんかシニアアルビック使うの恥ずかしいって方、うん、なんか年言われるの嫌っていう方、うん、結構多いですよね。そうですね、うん、男の人は特にじゃないですか。そうそう、なんか何そんな ね、誰か反撃反撃そんなことないよっていう人いないのかな、ね、うん、はい、ね、なんかうちの旦那もなんかね、うん、このシルバーパスポート来たんですよ、うんうん、なんだこれはって、なんかね、うん、ここパビキとかいろいろあるみたいよとか言ったら、はーんって感じで、そう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 、うん、うちの人も使ったことないっていう感じで、なんでだろう ね、なんだろう、うん、アリエ登場、はい、やっと来たアリエ、年を取ってよかったこと、うんうん、というかリエはまだね、うん、唯一50代なので、はい、そうです、シニア世代ではありません、そう、はい、まだ大丈夫です、うん、はい、リエの自己紹介と、はい、すいません、うん、今週も遅れましたリエです、ポケコックハウスです、はい、じゃあちょっとね、前後しちゃうんだけれど、はい、さっきね、LINE、グループ LINE にと、はい、登場した、はい、あっちの方ですね、うん、もしもし、ちょっと待って、ちょっと待って、ツイキャス、ツイキャスは消して、はい、消してたね、ついちゃったすいません、はい、ですね、うん、ガブル食堂さん、はい、ギノワンの、なんていうの、あそこマルシェ、うん、ギノワンマルシェの中にあるガブル食堂さんの、はいはい、親不祖さんのめいっ子さんが、はい、なんかこのね、女優さんを目指してなんかやってるみたいな感じで、うん、すごいお写真見せてもらったけど、すっごい可愛い子なんですよね、うん、もうね、応援したいなと思って、皆さんどうぞ、投票してください、はい、これは、はい、なんか私が女優になる日って、うん、はい、なんかね、YouTube でドラマ見たことあるんですけど、そうなんですね、あれの何、うん、第何弾みたいな形なのかな、はい、あ、そうなんだね、何小雪さんでした岸本小雪さん、うん、はい、私今開いたら多分また音がちゃうんでこれですか、そうです、そうです、はい、これなんかファイナリストに選ばれてると、はい、ショートカットでね、すごい可愛らしい子なんですよね、はい、うん、素敵な子でした、さっき、はい、まあ、時間がない中を慌てて開けてみたら、うんうん、
この何投票の仕方がわからんはい、また閉じちゃったんで。素敵、岸本小雪さん、ね、すごい、真ん中の子、なんかすごい、なんかはつらつと、うん、ショートカットって言ったから、一人しかショートカットいないので、明るい感じの子、はい、ぜひ皆さん投票してください。ファイナリスト、はい、投票でなんか上位が決まっていくみたいです、はい、よろしくお願いします、はい、また沖縄出身のはい、女優さん、女優さんを応援しましょう、ね、ということで、わキリッとして沖縄美人だね、はい、ね、素敵 でリエは先週何してました、はい、あ、私はね、あのね、一緒に、うん、FM 宜野湾の、はい、美津子さんの浴衣ね、Facebook でアップしてる、はい、一生懸命そう、なんか後ろ姿を撮られてる、私あのね、あの茶壇町の花火がちょうど打ち上がる、毎週上がってるんですよね。そうね、そう、で土曜日だと思ってたら日曜日も上がったのでびっくりして、うんうんうん、ナイスタイミングで上がって、うんうん、みんなわーって歓声でね、うんうん、で思わずあの動画を撮りました。みんな山内さんが頼んだのみたいなそれにしてはちょっと遠かったね。そうそう、でもすごい素敵だったよ、うんうん、あの今年初めての花火を見ました、私は、うん、あの来週の土曜日も茶壇でね、うん、あの、うん、浴衣でジャック、はいはいはい、っていうね、こっち、はい、すごいなんか楽しそうなイベントがあるんです、はい、なんか参加料、参加料500円、うん、なんかね、そう、内輪型のパスポートを買って、うん、浴衣を着て参加してください。前もって買えば500円って、なんか当日だったら700円って感じ、あ、ね、あ、ちょっと200円上がっちゃうのね、はい、800円だった気がする、はい、マイク離さないでさっきのシニア、あの年取って良かったことが どんどん離れていってます、ね、あの若いリエは年取って良かったことありました？私ですね、うん、あのですね、目が奥目になって、うん、ちょっと何ですか、まぶたの上にちょっと線が入っちゃったんですけど、うんうんうん、なんかそれのせいで、うん、あのまつげが上がってるんですよ。だから若い時はもうまっすぐで、うん、まあ、正面から見てもまつげ見えなかったんですけど、うん、今見えるんですね、うん、だからビューラーいらないかなみたいな。おー、いいね、はい、いいですね、それはちょっと嬉しいです。それが年を取ってよかったこと。そう、あ、起きてのテーマって言ってそうなんですよ、はい、そう、もう一つあります、もう一つあります、うん、私すっごいあの若い時からシャイで、うんうん、本当にあの人前で喋れなくて、いまだにちょっと喋れなかったりするんですけど、うんうん、慣れてないってことで、ここではちょっと喋れるようになってきたんですけどね、うん、本当に人前が苦手で、もう自己紹介とかってもう震える人だったんですけど、その現場をちょっと見たことがあります、はい、そう、未だにたまにで発動するんですけど、私もドキドキしました、そばで聞いてそうなんですよ。それがちょっとね、やっぱずぶとくなってきて、意外な感じだった、ずぶとくなってきて、あの、うん、いろんな人とね、おしゃべりできたりとか、うん、自分から話しかけるよう、うん、できるようになったりとかっていうのは、うん、はい、ありますね、はい、すごくあの自分らしくっていうか、自分の内面を出せるようになってきたかなって、うん、自分で思います。楽っていうか楽しくなりましたね、うん、はい、女性部のおかげかな、はい、なんかね、もう本当にあのおしゃべりしていく中でね、うん、なんかあの話し方レッスンができてるようなね、うん、そんな感じですもんね、うん、まだまだね、はい、話し方はもうあれなんですけど、ツイキャスで、ご参加のトロンボンさん、おきてのテーマはてなってなってるので、はい、年を取ってよかったことっていうのが、テーマとなっております。よかったら何かありますでしょうか、はい、ね、うん、みっちゃんはさっき、シニア割引っていうので、ね、盛り上がってましたけど、はい、ちょっと羨ましいなそれ早く使いたいな。そうそう、カラオケも安くなるし ね、映画も安くなるし ね、うん、なんか結構あれですよね、うんうん、あれは病院は、病院はシニア割引、うん、ないあれは、75歳からですか、あれは75歳、そうそう、後期高齢になってから、うん、ちょっとあのお薬代とか診療代が安くなる、うんうん、前はもうちょっと早くなかったですか、どうだろうね、そうなのかな、あ、一応主人が70歳になってから、うんうん、以前よりは少し診療代が安くはなりましたね、確か、そう、70歳から2割負担になったのかな、うん、そんな感じで、ちょっとね、うん、上がっ
ってきてますよね、うん、年齢制限がね、うん、ちょっとあれになったりとか、うんうん、まあね 100年、うん、人生100年時代っていうこともありますのでね、昔の人とね本当20年ぐらい変わってますよね、うんうん、だってそうそう母の写真とかさ、うんうん、やっぱり見たりしたらえってなんかね、うん、超驚きするんですよ、うんね、あの昭和30年代 の、うんうん、あの親子の写真見ると何このおばあちゃんって感じで、本当になんか母も着物が好きで着物を着てたりして、ねうん、え私より年下40代の時の写真とか30代、うんうんうん、ってなんかめっちゃおばちゃんだけどみたいなでも、ね、昔の人っていうか、うん、その年代の方の方が、うん、めちゃめちゃなんか丈夫っていうか、うん、元気ですよね、うん、あまりね本当体力が恵まれすぎてなんか食べ物がね、はい、ちょっと食べ過ぎるのも悪いかもしれない。なんか若い世代に行くに従ってビーラーになってますよね、うん、ビーラーわかるかなあのね、本土からお聞きの皆さん、うちなあぐちが出ました。はい、ビーラー、体が弱い、ちょっと体力がない。この番組はね、時々あの、はい、こういう、はい、沖縄方言、はいが出てまいります。豆知識が出ておりますので、うん、でも意外とね、うん、若い子につなあの、うん、通じなかったりとか、うん、よくするので。そうですね、うん、私スタッフに教えてますよ時々ビーラーなってかビーラーってわかるってねちゃんとキッチャキを教えたキッチャキは結構わかりますねみんな、うん、うちの息子もキッチャキ言います。トロンボンさん嬉しい。年を取ってよかったこと、耳が遠くなったふりをしても気づかれにくくなることラジオのお聞きの皆さん聞こえました？耳が遠くなったふりをしても気づかれにくくなること。なるほど、本当は聞こえてるそうですよなるほど、もうなんかあの泣くぐらい笑ってるあのスタンプが来てますけどなんか今度使おう、うん、うちのダンスの先生のお父さんめっちゃ面白くて、うんうんうん、ね、自分たちもいろいろなんていうのかな、うん、この集まりの時料理とか作ったりするから、うん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 、なんかね、たまにはなんかお小遣いでもあげたらとかって言ったら、うんうん、そしたら僕はちょっと耳が聞こえなくてねって聞こえてるだろうみたいな、ちゃんと反応してるし、ね、そうそう、デイケアの女の子にあげるんですよお金を。おそうそう、私たちにはお金をあげない、うん、なんか唯一もらったのが黒砂糖だったお茶目なおじいちゃん好きですね本当にあの普天間の駐車場、うん、市民駐車場にちょっと前までいらしたんですけど、あのこの駐車係のおじいちゃんがすっごい素敵なおじいちゃんがいらしたんですね。今ちょっとあのもうあの料金この機械制になってしまっていらっしゃらなくて、この間行ったらちょっとすごく残念で、もう寂しいね、はい、普天間に行くのそれが楽しみだったんですけど、結構なんかよく喋るおじいちゃん、そうそうそう、あんた可愛いから200円でいいよ危ないよ、もともと200円なんですね、元々200円ねでもなんかすごいニコニコして、もうなんかすごい楽しそうにお仕事されてるし、もうね、お会いした私まで嬉しくなってしまうっていう、すごい素敵なおじいちゃんだなと思って大ファンだったんですけどね、どこにいらっしゃるのかしら。そう、機械になってるんですか。そう、残念、知らなかった、すごく残念です。そうなんだ、まあ、いろんなのが機械化になってね、どんどん人がこう対応しないっていうこともあってびっくりしてるんですけど、はい、うん、来週の掟、あの、はい、テーマをちょっと私の手元にあるから私の方で引いちゃいますね、はい、はい、お願いします。で、 でもね、開かないの、開いたごめん、みっちゃんに今日あのお薬持ってくの忘れてたんだけどはい、九死に一生何かあるってことで、あ、九死に一生、いっぱいある、みっちゃんいっぱいあるけれど、はい、それにあのそれ以外もあのピンチだったのが実はチャンスだったみたいな話があればいいなと思いますね、うん、はい、はい、来週の起きてテーマ、九死に一生、はい、何かある、トロンボンさん、うん、たくさんあるってトロンボンさん、はい、じゃあ食べといて、仲間だね、仲間、うん、よろしくねお願いしますね、はい、またまたよろしくお願いします。はい、暑いな、それにしても暑い、ね、ここは涼しくていいんですけど、うんうん、外本当、あ、でもみっちゃんのね、あの車のクーラーも直ったから、うん、はい、うん、よかったなと、うん、
はい、なんかね、最近もこのオープニングじゃないエンディングのテーマ、こればっかりかけてるような感じがするけれども、ねはい、ビジョンのおきての皆さん、はい、お疲れ様でしたということで、トロンボンさんありがとうございます。何かございましたら来週もよろしくお願いします。 FM ギノワンに、ファックスでも、098-943-0094、メールアドレスは797@fmginowan.com までお送りください。エンディングは、はい、夜遊びのなんだっけ、アイドル、うん、はい、もうやたらと娘と2人でやたらと歌ってたという感じで、はい、やりました。それではまた、来週も聞きに来てくださいということでもあと1分くらいあるけど喋、り足りないこと、大丈夫、明日から九州大会、はい、どこに行くんでしたっけ、はい、長崎、長崎は雨じゃないのかな、だから私、先週調べたらね、ずっと雨模様だったんですよ、リエが絶対ね、晴れ女だから大丈夫、大丈夫とか言ったら、3つが晴れ女だから明日から晴れます。おーすごい、やっぱりさすがだ、はい、またね九州大会の報告を楽しみにしています。楽しみに来てます、はいはい、まあ、報告会もね、いろいろ楽しみにしてますので、はい、はい、また楽しんで行ってきてください。はい、はい、それではまた来週も聞きに来てください。今晩のお相手はみっちゃん、みつ、りえ、ゆに、4人揃ってのビジョンの掟でした。それではバイバイ、バイバイ、来週もね、電話あれぜひスタジオに遊びに来てください。